と左利きなんでいいんですが、今7番が見えるじゃないですか、はい、ボール触ってない動きらが俺でしょって言ってる。あ、なるほど。山中も左ですからね。これウーゴビエラだけが右、角度的にはこれはもう右足という可能性が高いかと思うんですが、でも打ちたそうですよね、背中がボールをセットしたのは天野。7番のウーゴビエラもその近くで立ってはいますが、誰が蹴ってくるか。天野だ、攻めた、見事なフリーキックだ。どうか、後半の10分、素晴らしいフリーキックでした。やっぱりファウルは前半から言ってた通り、ちょっとファウル増えてきたっていうのは、これ外から巻いてますからね。いや、ものすごいシュートでした。キーパーなかなか難しいですよ、はい、その前のやっぱりマトヨスのファウルがどんどん増えてるのは気になる。